カトウィックエクスプレスは、イギリスのロンドンとカトウィック空港、ブライトンを結ぶ空港連絡列車である。2020年現在、コビアテムズリンクレールウェイが運行している。489系ロンドンの中心部とカトウィック空港をノンストップで結ぶ空港連絡列車である。イギリス国鉄時代の1984年5月に運行を開始した。 1990年代の民営化後は、ナショナルエクスプレス車に、継承。2007年からは、サザンの運行となり、ブライトンへの延長運転を行う列車も登場した。2015年7月からは、ゴビアテムズリンクレールウェイが運行している。ロンドンのビクトリア駅とガトウィック空港駅の間を、ノンストップで、所要時間は約30分で運行される。 ガトウィック空港発着列車とブライトンへ延長運転する列車が交互に運行されており、ロンドンとガトウィック空港間は15分間隔、ガトウィック空港とブライトン間は30分間隔で運行され、空港以南の中間駅に一部の列車が停車する。なお、ブライトンへの延長運転は平日のみである。2016年より、ボンバルディア製へ。 エレクトロスターの387型が使用されている。442系460系ガトウィックエクスプレス運行開始当初は、マークに客車改造の488系、付随電車が使用され、編成各一端に489系、制御荷物電車と73型機関車を組成する、プッシュプル編成で運行された。2000年からは、 アルストム製の460系電車が導入され、従来の488系、489系、73型による列車を置き換えた。2010年からは、サウスウェストトレインズの442型が、ガトウィックエクスプレス仕様に改装の上投入され、代わって460型が、サウスウェストトレインズへと転属した。2016年の387型導入により、 442型はガトウィックエクスプレスとしての運用を終了した。ありがとうございます。